白むくといって花嫁衣のスタンダードになるものなんですけど、よく見るとこの鶴なかなか描かれていて、これは末永い幸せを願って描かれるものなんですけど、あとはこのラインストーンが散りばめられていて、この白の中にも華やかさがあるのも肝になっています。まさかの白むくにラインストーンが散りばめられている、ここね、じっくり見ていただきたい部分でもありますけれどもね、白むくに憧れる花嫁さんも多いんじゃないかなと思います。この作品のこだわりを教えていただけますか。ちょっと部屋を見ていただくと、日本髪をちょっと今風にアレンジしてみたのと、あとこのとこなんですけども、この昆布を使ってちょっとおめでたい感じを演出してみました。本当におめでたいですね。本当素敵だなと思って、しかもなんかこんな短い時間に着せられるものなんだなというところを本当にびっくりさせていただきました。ありがとうございます。じゃあちょっとモデルさんにもお伺いたいと思います。お隣失礼いたします。